さあ、こちら戻ってきましたけど、レベル3、建築作業台で建築レベル3を作ろう。僕、レベル2までは作ったことあるけど、レベル3は確かに作ったことないな。あった。木の板5枚、石レンガ1、セメント1。そこまで困らんよね。木の板5枚。おお、5枚やった。石レンガ1、セメント1、土曜。さあ、もう3つともできたね。ポイポイポイと。で、これで、はい、建築レベル3強化できた。1個作るのに5分？これは長すぎる。待つけどさ。はい、こちらできた。建築レベル3ゲット。取りましたよ。次は何？白木の工地は環境はさらに厳しい。さらに良質なアーマーが必要です。防弾アーマーや戦闘服を作成してください。防弾アーマーや戦闘服。俺の今着てるやつって、違う、探検家だったっけ？これ？防弾アーマーだよね。これ。硬いアルミ合金が10個必要なのか。ポリエスチルも必要か。そうか。じゃあ今のところ作れる分だけ。わあ、2つしか作れない。やおー。きついよ。今圧倒的に足りないのが、樹木の油と古びた柏か。樹木の油ね。じゃあ、イチョウの苗木も、あとは柏取りに行くか。ここにイチョウの苗木、いける。よし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 。これで、樹木の油いけるんで。水やりでしょ。水をあげましょう。で、今度肥料。まあ、できるだけたくさん取りたいからね。でも硬いアルミ合金10個は大変だな。さあ、白木の工地に到着。古びた柏が今足りないんで、アーマー作るためにはそれが足りないんで、まあ、ぶったたいていきますけど、それプラス、クエストね、やっていきましょう。さあ、傭兵がいましたけど、今の俺は相当強くなったぜ。レベル27で UMP9。これ、来いよ。届いてないよ、それ。届いてなかったよ、今の。ひょい。次で。終われちゃう。どうや、参ったか。俺はこんだけ強くなったぞ。これで金塊500だからな。めっちゃありがたいわ。クーマーいた。これもありがたいんだよな。取るだけだもん。さあ、スキルポイントとか手に入るよ。上がったかな？あ、上がった。どれあげようかな。やっぱ戦闘系か？戦闘系あげておきたいよな。あげておきました。おお、ヤクが来てくれた。1匹だけでいいんだ。やったー。どついてくるわ。やったー。ありがとうございます。もう1匹怒ってるけど、3匹、4匹目倒す必要ないんで逃げまーす。いつまで来んだよ。さあ、これも終わった。荘園レベル6になったから、どんどん、熟練度上げれるから、こんな感じで上げていきたいと思います。さあ、戻ってきました。古びた柏はすげえ取ってきたと思うぞ。こっちは11個で、こっちは、32個。まあ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 、いっぱい取ってきたんじゃないかな。うぃ、到着だぞ。クインティス。いやー、もう本当にこれ、5万だからね。もうたくさんあげないといけない。あげていきます。さあ、今回は2万7000まであげれました。まあ、まだまだ長いな。
あと8回ぐらいやらないとこれ終わらないと思うけど、頑張っていきますよこれ。